20番寺浦松俊、41番高月拓磨、決勝は世界チャンピオン高月と世界3位の寺浦の対決。過去に4度対戦し互いに2勝2敗、ライバル同士の戦いを制するのは。
私の道場主催ということで、やっぱ負けれないっていう気持ちは強かったですね。正直自分一人じゃどうやっても強くなれないんで、いろんな人の協力を得て自分も強くなってますので、本当皆さんいろいろありがとうございました。おっす。レディースはこの他に6位までの選手が空手ワールドカップ出場権を獲得。一般男子は8位入賞者すべてが空手ワールドカップへの切符を手に入れた。今大会で世界制覇の夢を手に入れた選手、そして今回初開催となったシニアレディース無差別級のチャンピオンたち、大山総裁の意思を継いだ若獅子たちは己の強さに満足せず、新たな歴史を刻むためさらなる修羅の道を進む。